皆様こんにちは。お久しぶりです。8月2日、今日カンツォーネカフェフクロウの歌さんで開催の予定だったんですけれども、オリンピックも開催してるんでまさかとは思ったんですけど、ちょっとライブハウスの方がお休みになってしまって、ちょうど YouTube の方も1000人記念ということなので、登録者おかげさまで1000人超えまして、ちょっとこれマイク入ってるのかな、はい、声聞こえますでしょうか。1000人超えたということもあるので、ちょっとこう試しにライブ配信でやってみたいと思います。ちょっと今試してみたら、別のスマホで聞いたら結構雑音が入ってたんですけど、大丈夫でしょうか。もし見てる、ご覧になってる皆様でチャット書き込める方がいたら、ぜひ、何か教えていただけたらと思います。この配信状況に関して私の方も全然慣れてないので、はい、ちょっと一瞬試してみてもいいですか。今マイクが外れててそれを入れたので、ちょっと他のスマホで見てみますね。すいません、お待たせしました。とりあえず私のスマホの方で大丈夫そうだったので、このまま続けさせていただきます。はい、では、まずいつものようにちょっと体操からいきたいと思います。体を前に大きく倒します。1、2、3、4、後ろに5、6、7、8、もう一度前に1、2、3、4、後ろに5、6、7、8、で今度横に行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、もう一度1、2、3、4、5、6、7、8、はい、じゃあ腕をぎゅっと掴んで体をひねります。1、2、3、4で一回脱力、反対側1、2、3、4、力抜きます。もう一度1、2、3、4、反対側1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ肩を上げてストンと落とします。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ肩をぐるっと4回まず前に回します。1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。もう一度前に1、2、3、4、後ろに5、6、7、8。じゃあ今度首のこの首筋を少し柔らかくしますね。じゃあまず前に倒してぐーっと手で重みをかけます。じゃあ今度は後ろに反らせて口元緩めます。もう一度前に
戻ります。今度横ですね。で、右手で手を頭を押さえて反対側の腕をぐっと伸ばします。遠くに一回深呼吸して吐いたら下ろして、もう一度反対側。もう一度。反対側。はい。じゃあぐるっと大きく2回回しますね、首。1、2、3、4、5、6、7、8、反対側、1、2、3、4、5、6、7、8。これで 上半身だいぶほぐれたと思うので、思いっきり上に伸びをして最後仕上げ、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、少しこう体がリフレッシュしたような感じがしますね。じゃあ顔の体操いきましょう。思いっきり顔を横に、口を横に引いて、前にとがらかして、横に、少し早く、もっと早く、縦に眉毛上げて、目パッチリ、舌を下げて、あー喉の奥開きます。で、一回思いっきり周りの空気を、あーとこう喉の奥開けて、そこから入ってくる感じで、満タンになったら全部外に出しちゃいましょう。もう一度、あー顔を思いっきり伸ばして、もう一回いきましょう。体の中の全部の空気を入れ替えます。はい、少しこうね、血流も良くなってきたと思うので、じゃあ声を出していきたいと思いますが、ちょっとチャットってどうやって見るのかな。見方がわからないんですけど、もしどなたかコメントくださってたらすいません、今見えなくて。これかな、ちょっとまた分かったら出します。はい、ではまたいつものように発声練習からいきたいと思います。ではまずは静かに口を閉じてハミング、下がっていきます。で、肩柔らかくして胸にストンと落とす感じで、こう外に出していく感じじゃなくて、こう胸の中で静かにじんわり温める感じで、下がっていきます。開いていきますね。まあ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 
きますね。やー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 、高いところで一回こう口の奥に空気回す感じで、こう直接あの直線でまあやーって直接歌わないで、いやー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 、どうぞ、いやー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 、曲に入っていきましょう。今日ご紹介する曲は、まず日本語の曲ですね。スタジオジブリの作品の、映画のアニメの曲で、君を乗せてという曲です。今日そのあれですよね、楽譜がやっぱり手元にないと、こうご覧になってくださっても一緒に歌いにくいかと思って、通信講座の方とあとご予約をね、フクロウの歌でということで撮っていただいた方にはちょっと PDF をお送りしたんですが、ちょっとそれ以外で聞いていただいている方に一応今コメント欄にちょっと何回か失敗して同じ文章何回も入っちゃってると思うんですけれども、今日今の時間限定で楽譜の画像をちょっと私のホームページのところに貼ってありまして、そのリンクもコメント欄に貼り付けたのでそこからご覧いただけるかと思います。あとまあ君を乗せての方はちょっと購入したものなのでその購入のページとあと、まあ歌詞だけでも歌っていただけるかなと思って歌詞のページのリンクを載せてありますので、よかったらそちらを参考になさってみてください。では君を乗せての曲目紹介ですね。1986年、スタジオジブリのこれが第1作品目だそうです。隣のトトロがその次の作品なので隣のトトロより前の作品だそうなんですが、宮崎駿監督のアニメ作品天空の城ラピュタの主題歌で、作詞が宮崎駿監督自らされていて、有名な久石譲さんの作曲ということですね。で「ラピュタ」というのはちょっと私もストーリーが複雑で一回アニメ見たんですけども、ちょっとうまく説明できるか分かんないんですけど、こう空にあるかつて天空から地上を支配していたという
空に浮かぶ伝説の国の名前なんですね。で、その国はとても高度な文明を持っていたんだけれども、なんか今の地上と同じですが、どんな文明をもどんな科学をもってしても克服できない感染症、疫病が蔓延してしまって、でそこの王国の人たちが人が住めなくなってしまったラピュタを去って地上に降りて暮らし始めたというような、伝説があって、で、まあ、そのラピュタ王家の末裔である少女シータと、あと、まあ、この子はもともと地上の子なんですけども、鉱山で働く少年パズがその伝説の国ラピュタを探しに行くというお話です。でそのパズーという子のお父さんは冒険旅行家、冒険飛行家だったんで、昔ラピュタを自分の目で発見したんだけれども、周りの人に信じてもらえなくて、嘘つき呼ばわりされて亡くなった。で、まあ、その、まあ、父親の屈辱を晴らすために自分自身の目でそのラピュタを発見したいっていう、望みを持った少年とラピュタの末裔の少女がそのラピュタを探しに行くという物語ですね。はい、じゃあ、ちょっと最初は録音で歌ってみたいと思います。じゃあ皆さんももし歌詞手に入れた方、楽譜がある方は歌ってみてください。地平線かかる
ということで、まあ一応通したんですけれども、まあ楽譜が手元にない方にはちょっとあれなんですけれども、一応あの楽譜をお持ちの方向けにということで、ちょっとじゃあ今度ピアノで、少しずつ止めながらやってみたいと思います。じゃあ最初からいきますね。音として歌ってしまうと、ナイフランプカバンにちょっとね、あの何を言葉が伝わらないので、やっぱりものがナイフランプカバンにっていうので、ナイフとカバン、あ、ランプの後に少しこうあの意識して、あの間を空けるようにいきましょう。じゃあ「ひときれのパン」からいきますね。小さめにして、この唇周りに、ね、少しこう力を入れるんじゃないけれども、少しこうあの軽い緊張感を持って音を集める感じで、地球は回る、でも唇はしっかり使いましょう。君を隠して輝く光、I'm not afraid to die.
楽譜を持ってる方にしか通じないんですけど、トーさんのサーがどっからかですよね。繰り返しリピートマークがあるので、その反対向き、左ページの一番下、練習リハーサル番号 D です。トーさんが残したに行きますね。どうぞ。トーさん一番カッコにぶつかるので、そこに2回目は入らず、ちょっとかなりビューンと飛びますね。見せればいいのかな。あのマナザー、ここに行かずに C2 番カッコ、これ右左って変なのかな、合ってるのかな。で地球に入ったと思ったらすぐダルセーニョがあって、これもまた探さないといけないですね。こっちの一番最初の方に戻ります。それで、歌詞は2段書いてあるうちと下ですね。放送です。歌はなくて、僕らを乗せて、迷わずにいけるかと思いますけれども、楽譜持ってる方は今一応進み方をチェックしましたので、もう一回録音伴奏で行ってみたいと思いますね。こうなかなか皆さんの声が返ってこないので、どこが歌えてるか歌えてないかわからないんですけれども、じゃあ行ってみたいと思います。また一緒に。懐かしいのか、あの
では、この曲はこのぐらいにいたしましょう、それでは、今日はもう一人なので換気とかももうしなくていいのでどんどん行っちゃいましょう、次は前回から続いて2回目になります。ジェルソミーナです。もう一回セカの解説をしますね。1954年に制作公演公開されたフェデリコ・フェリーニ監督のイタリア映画ラストラダ道の中で使用された曲で、ニノ・ロータ氏の作曲です。この道はアカデミー賞の外国語映画賞を受賞したということです。簡単なストーリーですが、ストーリーというかその概要ですね。ジェルソミーナというのはその旅芸人と一緒に生活する少し頭の弱いピエロ役の女の子という設定で、その女の子の名前です。で、彼女が、その芸の中でこうトランペットを吹いたりしてたんですけども、そのトランペットで吹いてたメロディーがこの曲の元なんですね。で、それに後に歌詞が付けられて、で独立したボーカル曲として歌われるようになりました。イタリア語ではミケーレ・ガルディエーリ、の作詞でミラピッチラが歌っています。で、他にフランス語や日本語も結構いろいろ何種類かの歌詞がつけられて、いろいろ様々な歌手によって歌われています。で、イタリア語で、ジェルソミーノ、これは単語帳出てくると思うんですけども、男性系ですよね。ジェルソミーノで出てきて、ジャスミンの花です。ジャスミンの花という意味です。で、純粋さの象徴とされていて、これはタイトルはその女性系ですよね。語尾がアに変化していて、ジェルソミーナ、イタリアの女の子の名前でよく付けられる名前だそうです。で、このジェルソミーナの役はフェデリコ・フェリーニ監督の妻のジュリエッタ・マジーナが演じました。で、ちょうど昨年になるんですけど、2020年はフェデリコ・フェリーニ生誕100周年にあたる年だったそうです。じゃあ歌詞の日本語訳を少し読んでいってみます。とても真剣な愛のために僕は自分を見失った。でも僕にとって君は不思議でしかない。君は愛することを知らない。君は愛することができない。君は愛の魔法にかかった。君の瞳はこれほど冷たかったことはない。
でも君の心の中にはとても熱い気持ちがある。あなたは決して消えない愛の欲求の中で、唇の上に誰にもあげない、誰からももらいたくないキスを持っている。君は愛することを知らない。君は愛することができない。君は愛の魔法にかかった、というような歌詞。そんなに長くない、割とシンプルな短い歌詞になります。じゃあ最初から、まずは伴奏で歌ってみましょう。では、前回カフェにいらしてた方は2回目になるんですけれども、初めての方も多いかと思いますので、まずちょっとね、こう曲がメロディーが取りにくいと思うので、メロディーラインをよく出してもう一回いってみたいと思います。君が分からない。
半音ですよね。今の茂みの向こうに見える赤いバラの壺に一つ、同じメロディーでイタリア語に入ります。さっきの訳のところでいくと、君は愛することを知らない。時余るのんさい。君は愛することができない。のんぷおいですね。時余るのんぷおい。で、セイストレガータ。ストレガータは、まあ、魔法にかかった。で、ダッラモール、愛の。セイストレガータ、ダッラモール。ここも、ここ逆に音がポン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 飛びますよね。もう一回、セイのところから。セイストレガータ、ダッラモール。ソンクエストキトゥオイ、オッキってよく出てきますけど目ですよね。トゥオイ、君の、君の目はフレッディ、冷たい、ピューケマイって、もうこれまでかつて見たことがないほどっていう、君の瞳はこれま、あのこれまで、あ、これほど冷たかったことはない。ソンクエストキトゥオイフレッディで、ピューケマイで、うん、そこのフレッディでこのその冷たさを感じてください。で、その後にマーケフェブレで、今度それに対応するフェブレっていう、その熱っていう、あの単語が出てきますね。マーケフェブレデルトクールから、君の目は冷たいんだけれども、でもその実、その心の中には結構熱いこう火が燃えているっていうところですね。その温度差をこ うまく歌に表現できるといいかなと思いますが、最初はフレッディ、冷たい、でも心の奥の中には熱い火が灯っている、フェブレですね。今度は熱い感じっていうのを出してみましょう。じゃあそこを、ソンクエストキトイフレディピューケマイマーケフェブレネルトクオール。ありがとうございます。今チャットをしてくださった方がいて、消えちゃうんですね、チャットって。目が悪くて今、こっちで読めるかな。はい、拝聴してます、楽しみます。皆様お元気でお過ごしください。7月31日のクラブの例会時、別グループのコーラスが聞こえました。もう少しの我慢、 SNS で楽しみます。ありがとうございます。いつもミネさん、あのいろいろコメントありがとうございます。あのどうぞお楽しみいただければと思います。楽譜の方、あのコメント欄の URL に貼ってありますので、画像をご覧いただければと思います。じゃあもう一回ソングエストキッズをですね。ソングエストキッズI'm a little bit of a
愛すれらぶら、くえばちけのんだい。ここ、ちょっと日本語に訳しても、こう、なかなか解釈しにくいところなんですけども、愛すれ、君は、君の唇の上には、まあ、唇、口づけがあるんだけれども、でもそれを、君は誰にもあげない。で、誰からもキスはもらいたくない。でも、ネルデジデーリオ。ただそれだけれどもデジデリオってこうやっぱり愛の欲求はあるんですよね。ネルデジデリオケジャンマイ消してシスペニエラ、スペニエラっていうのは消える、マイだから消して消えない、その愛への欲望はあるけれども君は唇をキスをくれないっていう、だからまあ純粋な少女なんだけれども表面上は冷たい感じなんだけども、その心の中にはやっぱりこう愛の気持ちはあるっていうような割とこう複雑な二重構造という感じですね。じゃあもう一回ここ半音で難しいんですけども、愛すれらぶらから言ってみましょう。どうぞ。愛すれらぶら、そんなにこうメロディックな部分もないですし、好きになればなるほどに君がわからなくなる、イントロ導入、このメロディーに行くためのイントロだと思って歌っていただければ。じゃあもう一回イタリア語のところ行きましょうか。トーケアマルノンサイからどうぞ。トーケアマルノンサイ、トーケアマルノンゴーセストレカタダンラボソークエスト、通していきましょう。
ということで、じゃあこの曲は、今日2回目で一旦おしまいにしたいと思います。いつもでしたらここでまた休憩なんですけど、ちょっとお茶だけ飲んできます。はい、いつもお知らせタイムなんですよね、この合間の時間。やっとチラシができました。10月21日字が反対になるのか。毎年恒例のカンツォーネカフェのコンサート、10月21日、今回は、8人の方にご出演いただきます。去年はね、完全ライブ配信で、客席は無観客ということでやってたんですけども、今回はできればちょっともうね、本当に予想が立たないので、先どんな状況になるかわからないんですけど、一応お客様入れるつもりで進めていきますので、ぜひ皆さんいらしてください。出演者の方には近々郵送しますので、チラシとチケットの方、少しお待ちください。会場は吉野町市民プラザホールです。では、3曲目
ナポリ民謡ですね。今日はセイ・キアーラ、サンタ・キアーラ、サンタ・キアーラの修道院という曲で、ムナステリオへサンタ・キアーラ、現代がそうなってます。1945年に作詞作曲されて、ちょうど戦後ですよね。第二次世界大戦後の復興の歌としてナポリの人々を元気づけた曲です。作詞がミケーレ・ガルディエリ、作曲がアルベルト・バルベリスという人です。で、一応その曲の設定が、アルゼンチンに出稼ぎに来ていた労働者が、こう爆撃を受けたナポリの噂を聞いて心配でたまらなくなって、早く帰りたいって思うんだけれども、その一方すごくひどい状態になっているというふうにこう噂を聞くんですよね。で、それを信じられずに現実を見るのが怖いという思いを歌っています。で、もともとミュージカル喜劇の中の曲で、一人語りの曲として1番のみの歌詞で作曲されたんですけれども、後にピエ・ディ・グロッタの音楽祭で歌われる時に2番の歌詞が付け加えられたそうです。で、まあ今近年に至るまで他に、クラウディオ・ヴィルラとかミーナとか、その他に多くの歌手の方によってカバーされて歌い継がれている曲です。で、そのサンタキアラ寺院、サンタキアラ教会というのは今もあって、爆撃はされたんだけれども、外枠は残っていたので、こう改修されて今綺麗になって、またナポリの町にあるようなんですが、こう港に近いところにあるんですよね。で、通信講座の方にはこういう曲目解説をお作りして、いつも送ってるんですが、見えるかな地図が。ここがナポリ湾で、で、もうサンタキアラ、教会ナポリ湾でここなんですよね。で、で、港町なので、やっぱりまあそれで爆撃狙われたということもあるんですけれども、ナポリの人がもう本当に心の拠り所としている教会で、あとカペモンテの泉、フンタネッラ・カペモンテ、まあカポディモンテですね。それはここの教会からちょっと3キロぐらい北に行ったところに、カポディモンテの、なんて言ったかな、レアル・ボスコディ・カポディモンテ、カポディモンテ国王の森というちょっと丘、公園みたいなのがあるんですけども、そこが結構坂道なんだそうですね。それで、そこに上がる途中、昔馬車でこう上がっていたので、こう登ってる途中に馬が喉が渇いてへたれてしまうので、途中で水飲み場があったそうです。今もその跡が残ってるのかな、で、そこを、その水飲み場のことだそうです。で、こういうふうに QR コードとかも載せてるんですけども、少し前にこの曲について、私曲目解説とかイタリア語のレクチャーを受けたイタリア人の先生から曲について教えていただいて、そのレクチャー動画が同じ YouTube チャンネルの中にどこかにあると思いますので、もしよろしければご覧ください。こういう地図の街のことも詳細に説明が出てますので、それでこっちの曲はすごく言葉が多いです、歌詞がたくさんあるんですけども、で、今回歌うのは1番だけなんですが、一応歌詞の内容1番2番ともに読んでおきますね。こう一人芝居なので、こう自問自答する感じでなってます。明日？でも僕は今晩出発したい。遠いな。でももう我慢できない。人々は噂する。海だけは残っていると。海は昔のままと同じ青い色をしていると。サンタキアラの修道院、僕の心を暗くする。でもなぜだ、なぜ毎晩僕はナポリのかつての様子を思い出すのか。
僕は今のナポリのことを思うのか。カポディモンテの小さな泉、人々からナポリの町とそこに住む人々の心は悪くなった、このふるさとがなぜというのを聞くと僕の心は砕かれる。いや、それは真実じゃない、僕は信じない、そしてナポリに帰りたいという強い思いで死にそうだ。でもどうしよう、僕はそこに帰ることを恐れる。これが一番で、これがそのミュージカル喜劇の中で最初に作られたオリジナルな歌詞ですね。でその後フェスティバルで歌う時に、まあちょっとこう長さを曲を長くするために2番が作られたそうで、2番、怖い？そう、もし全てが真実だったら、もし人々が本当のことを言っていたのだとしたら、ナポリの全ての宝はその人々の素晴らしい心だった。人々はその心もなくしたと言っていた。サンタキアラの修道院、4つの壁の中に閉ざされた多くの純粋な女性たちが愛を失ってイエス様と結婚した。カポディモンテの小さな泉、今もし恋人と別れてもすぐに他に100人の恋人ができる。なぜなら、人々は言う、純粋な女性はもう一人もいないから。いや、それは真実じゃない、いや僕は信じない、そしてナポリに帰りたいという強い思いで死にそうだ。でもどうしよう、僕はそこに帰ることを恐れる。でもなぜだ、なぜ毎晩僕はナポリのかつての様子を思い出すのか。僕は今ナポリのことを思うのか、という、歌詞です。それでちょっと日本語訳のものが見当たらなかったので、訳詞の方は私の方で、自前でやりましたので、じゃあその日本語、それはあれですね、一番の歌詞のを元にした日本語訳と一番のナポリ語の歌詞で歌ってみたいと思います。じゃあ、まず私が歌ってみますね。
visto che ho dice che ci è rimasto solo mare che lo stesso è prima che il mare bru monasterio e santa chiara tengo cuore scuro scuro ma perché perché ogni sera penso ad apre com'era penso ad apre com'è fontanelle cape monte questo cuore me si schianta quando sento e dita gente che si è fatto malamente sto paese ma perché che ogni sera penso a Napoli con me penso a Napoli con me はい、ということです。まあちょっと難しいと思うんですけども少しずつやっていきましょう。じゃあ、最初はこうちょっと語りのような感じでそういうこうまとまったメロディーはないんですけれども、まあちょっと音を取りながら日本語で言ってみましょう。明日までとても待てない、すぐにでも帰りたい、なのでそのままカタカナにしましたけど、ムナステリウサンタキアラ思い出すたびに8分音符のこう羅列が多いんですけれども、そこにこの綺麗に頭に単語が頭始まりでは載ってないので、やっぱ言葉に合わせて多少その8分音符も間が広さが変わっても構わないので、暗い気持ちになる、今どうなってるの、街はあるのっていうのを一応音はそこに乗せながら、暗い気持ちになる、今どうなってるの、街はあるの、ちょっとこの言葉が聞かせられるように意識して歌っていただければと思います。もう一回じゃあムナステリオからどうぞ。ムナステリオサンタキア
ここまでですね。うん、ちょっとまず日本語であのメロディーしっかり覚えましょうか。じゃあもう一回。明日までとても待てない。で、そこのもうこの説明というか語る部分ですよね。そこももっとなおさらあのその八分音符の羅列は崩しても大丈夫なので、明日までとても待てない。明日とてもま。その辺をあの言葉の始まりとして意識をして、明日までとても待てない、すぐにでも帰りたい、すぐにでも帰りたい、打ち消してま、でもディマーネマ、まあ、ブリーヤ、私は何々したい、パルティ、出発、もうすぐにでも出発したい、スタセーラ、今夜、ディマーネマブリーヤスタセーラ、そこをまあその単語としてちょっと目立たせて、ディマーネマブリーアパルティスタセーラ、またここも、あ、でも遠いなっていうのが頭に浮かんで、ルンターノって言うんだけれども、それを自分ですぐにの打ち消して、ルンターノのヌンチェレジストキュー、レジストがあの耐えるで、ヌンだから否定ですよね、ノン、ヌンチェレジストキュー、もはや、うん、もはや僕は耐えられない、ルンターノのヌンチェレジストキュー、でディーチェケ、周りの人が言う、ディーチェ言うですね、ディーチェケチェリマスト、リマストが残る、スーロ、スーロ
が、普通のイタリア語でソーロですね。何々だけが。オマーレがイルマーレで海。海だけが。ケオステッソ、オステッソが同じですね。で、プリンマ。プリンマがあの米プリマみたいな、あの最初の、ずっと前の初めの頃のように。キルマーレブル。キルが、まあ、イタリア語でクエロなんですが、キル、このマーレ、海が青い。海が、まあ、元のままに青いのはもう海だけだ。他はもう壊れてしまって、もう全然あの現状、前と変わってしまった。ディーチェケチェからいきますね。ディーチェケチェリマストスロマーレ、海だけが残っている。ケオステッソエプリンマキルマレブルー、海だけがその青さを残してまだそのままである。そこまでいきましょうか。じゃあディマーレからどうぞ。ディマーレとかそういう感じですけども、コーレ心、スクールは暗いですね。で、心を暗くする。で、まあ楽譜をお持ちの方は今スクーロって振り仮名振ってありますけど、こうよりナポリ語っぽい、あの本当に方言で微妙に違うんですけども、シュクーロ、シュクーロってちょっとシュっていう風に言ったりしますね。まあそこはあの自分のどういう感じで歌うかによって、テンゴコレスクロスクロマペッケペッケオニエセラで、心は暗くなるんだけれども、マペッケ、なぜか暗いから考えなければいいんだけれども、なぜか毎晩オニエセラペンツォ考える、ペンツォアナプレ、ナポリのことを考えてしまう。コンメラっていうのは、過去ですよね。過去、以前、どんなナポリだったか。で、次はペンツォアナプレ、ナポリを思ってしまう。コンメは今、現在です、ね、で、今のナポリはどんななのかっていうのを毎晩考えなければいいのに、考えて暗い気持ちになってしまう。じゃあ、ムナステリオエからいきますね。ムナステリオエサンタキアラテンゴコレスクロスクロマペッケペッケオニエセラペツアナプレコメラペツアナプレコメラ。カペモンテの丘の途中にある噴水。カフンタネ、あ、水飲み場ですね。フンタネレカペモンテ、これも、まあ、固有名詞みたいな感じなので、そのまま、あ、これはまあでもナポリ語だからいいのか、日本語訳はそのままにしましたが、日本語訳の時と同じで、フンタネレカペモンテ、こう綴りで見るとね、あの見た目全然違うんですけども、イタリア語でクエスト、ナポリ語キストっ
イタリア語クエスト、このクエストコーレ、この心がメセ、私をスキアンタ、もう粉々に砕く、この私の心を、そのカフェモンテの水飲み場を思い出すだけで僕の心がもう粉々に砕けてしまう。もう一回いきますね。フンタフンタネラカペモンテキストコレメセスキアンタクアンノセントエディダジェンテカセファットマラメンテストゥパエゼマペケ、そのくだこん粉々に砕けてしまうのはこうした時、クアンの何々した時、クアンのセント聞くディダジェンテ人々から、カセファットマラメンテってこうもう意地悪とか悪く心がすさんでしまったとか、ストゥパエーゼその自分の故郷ですね、ふるさと、あダジェンテカセファットマラ、その自分の故郷とかその人そこに住む人々がその悪くなすさんでしまった、ということを聞くともう本当に心が砕け散るようだ。でマペッケ、最後にマペッケ、どうしてそんなことにという感じですね。ここは、じゃあクアンノセントエディダジェンテからいきましょう。クアンノセントエディダジェンテカセファットマラメンテストゥパエゼマペケ。でここで音も高くなってすごく強く打ち消してます。ノーいやノーノーネオベゼロは真実だからそんなこと真実じゃない。ノノンチェクレーロ、クレーロは信じるかもう、そんなこと信じない。ノノンデオベロ、ノノンチェクレーロ、エモロペスタスモディエクルナナ、エモーロ、モーロは死ぬですね。エモーロペ何々によってスタズマーニア、ズマーニアはまあそのそういう思い強い思いで死にそうである。エトゥルナナプレ、そのナポリに帰りたいと思う強い思いで僕は死にそうだ。でマーマカジャファでも、ケアジャファ何ができるのか、それ、帰ったところでも自分には何もできないっていう無力感がありますよね。どうしたらいいのか、でも何ができるのか。メファパウラエチェトゥルナ、でむしろそのメファパウラ、パウラ恐れですよね、それを僕を恐れさせる、その帰るということはエチェトゥルナ、そこに帰るというのはもうむしろ怖くもあるだけどやっぱり心配で帰ってみたいっていう、そのもう本当に心の葛藤ですね。そこをそういう気持ちを歌ってます。じゃあノンノンネオベロからどうぞ。Oh.
ケペケオニエセラ、そんな状態なんだけれど、僕を苦しめるあのその今のナポリの現状であるんだけれども、どうしてやっぱり毎晩毎晩僕はナポリの過去の姿や今の姿を考えてしまうのかですね。マペケペケオニエセラペンゾアナポリコメラペンゾアナポリコメラ。はい、ということで今日はこれでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。10月は一応6日の日で、あのまたライブハウスフクロウさんを抑えてるんですが、まあどういう状況になるか分かりませんので、また近くなったらあのご連絡いたします。はい、ありがとうございました。